のたわわの輪は伊佐市のかぼちゃを紹介します。広い。この番組はふるさとに根ざし明日の鹿児島を作る JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やってきたのは伊佐市。こちらは生産者の諏訪さんです。もう広い畑広がってますけれども、こちらで栽培しているかぼちゃはどんな品種なんですか？栗五郎という品種です。お、色が黒黒していてホクホクしているのが特徴です。おいしそうですね。栽培の時期っていつ頃からなんですか？ここを4カ所に分けて植えて、一番最初が4月の頭に植えたので、はい、6月末から収穫で7月から出荷をします。今年の出来栄えは今のところいかがですか？着火も良くて玉揃いもいいです。じゃあもう出来上がるのが楽しみですね。はい、収穫が楽しみです。ここでかぼちゃの農作業体験。今はこのフルーツシートを、はい、かぼちゃの日が当たらないところに色が乗らないので、はい、色が乗るようにこれを下に敷いています。おこれで大丈夫です。乗せていくんですね。はい、この作業の時に気をつけてることってどんなことがありますか？茎からトゲが出てたりするのでかぼちゃに傷がつかないように気をつけてます。ではお手伝いさせていただいていいですか？よろしくお願いします。はい、じゃあ預かりまして、じゃあこの辺りいいですか？はい、これを持ち上げ、あ、トゲトゲがいっぱいありますね。お、あ、そしてずっしり。お、これを折らないように入れていって、ん？そうかな？よ、結構一つ一つに重みがありますね。そうですね、大きいので重たいです。こういった作業を一つ一つやっていって、綺麗なかぼちゃが出来上がるんですね。はい。作業の後はかぼちゃ料理をいただきます。まずはカナッペ。かぼちゃの優しい甘みとクリームチーズの相性がバッチリで、大人だけじゃなく子供も大好きな味ですね。続いてガーリックソテー。ガーリックが効いているのでご飯のおかずにぴったりです。諏訪さんがかぼちゃ作りを始めたきっかけってどんなものがあったんですか？と、結婚を機に熊本県から鹿児島の伊佐に来て、はい、それで主人が農業法人の会社に勤めていたのでかぼちゃ作りを教わって始めたのがきっかけです。かぼちゃを作って5年になる諏訪さん、目標ってどんなことがありますか？毎年収量を上げていきたいっていうのがありますね。伊佐のかぼちゃ甘くて美味しいのでたくさんの方に食べてもらいたいです。美味しく食べてもらえたら嬉しいですね。はい、ここで番組からのお知らせです。かぼちゃを3人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。